市長の大松です。今回のお仕事紹介は下水道管理課です。下水道、身近なようで実はよく知らない人もいるんじゃないでしょうか。それでは早速行ってみましょう。お、矢田君、こんにちは。矢田君、中井さん、こんにちは。今日の下水道部のお仕事紹介は下水道広報大使の矢田君も一緒に参加します。それではよろしくお願いいたします。矢田君、お願いしますね。お願いします。市長、まずこちらをご覧ください。あ、エレベーターに貼っているやつですね。下水道ってなかなか興味を持ってもらえなかったり、水道とどう違うのとか言われたりするんです。なのでやっとくんの4コマ漫画を使って PR を始めました。あ、いつも見ている4コマ漫画ですね。シンプルで可愛く子どもや大人も非常に分かりやすい4コマ漫画ですね。下水道の整備が進んだことで環境面や安全面がかなり良くなりました。皆様が下水道につないでくれたら、この効果はさらに良くなります。そのためにも市民や事業者の皆さんに下水道へ切り替えてもらうようお願いしたいです。一人一人の行動がより良い町づくりにつながっていきますね。皆さん、下水道への切り替えはお済みでしょうか。まだの方はぜひお願いいたします。以上、4コマ漫画のコーナーでした。ところで杉山さん、さっきから気になってるんですけど、これは八尾市のマンホールの蓋ですね。そうです。ところで市長、これ何か知っていますか。知ってます。マンホールカードですね。全国ご当地デザインのがあって人気があるっていうのも聞いています。よくご存知ですね。市長はもう持っていますか。実はまだ持っていないんですけど、欲しいとは思ってます。ではもしよかったらどうぞ。あ、そうですか。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいですわ。ところで、マンホールの蓋って、どんな時に開けるんですか。修理したり掃除したり点検する時とかですね。今や皆さんの暮らしに欠かせないライフラインですから、通報や相談が入ったら現場に出向いて対応しています。どんな相談が多いんですか。多いのはつまりですね、下水道の管が詰まっているということですね。詰まると流れへんようになるから大変ではないでしょうか。大変なんです。それでは詰まりの仕組みを簡単にご紹介しましょう。こちら水洗トイレの仕組みを再現しました詰まらない実験4号機というものになります。それでは市長にはこれからこの実験をお手伝いしてほしいと思います。はい、まずですね、トイレットペーパーとティッシュペーパーこちらにございます。それぞれの流れる様子を市長に見ていただきたいと思います。はい、では市長、こちらにですねトイレットペーパーを入れて振っていただきたいと思います。市長、コップにトイレットペーパー入れたことありますか。初めての体験ですね。はい、じゃこれを振ってもらえますか。ありがとうございます。あ、大丈夫、ありがとうございます。あ、大丈夫です。全然問題ございません。次にティッシュペーパーを同じように入れて振ります。どうでしょうか。だいぶ様子が違うのがお分かりでしょうか。はい、はい、ペーパーを流してみたいと思います。ちょっとタンクに水を止めます。トイレのレバーがあると思ってガチャンとしてください。ガチャン。はい、このようにトイレットペーパーはもろもろに崩れてますので、しっかりこのように崩れて流れていくのが見て取れるかと思います。はい、そうです、市長。はい、先ほどの要領でおトイレのレバーをガッチャンしてほしいと思います。いいですか。はい、お願いします。ガチャン。このようにですね、ティッシュペーパーは途端に詰まってしまいます。はいはい、このようなものが溜まってしまいますと、ここで詰まりの原因になりまして、おトイレが詰まってしまうことになります。詰まるたびに現場に行くとなると毎回大変ですね。そうですね、でも相談の中には宅内で詰まっている場合も結構あるんです。あ、違うんですか。そうですね、宅内の場合は個人で対応してもらうことになるので、現場に行ったら宅内だったということもありますので、ちょっと今回は現場に行ってその様子を見てみたいと思います。はい、八尾市の支障が入っている汚水マスまでが下水での市の管理になっております。
このマスから内側、個人側、こちらの方のマスが個人になっております。こちらの方は個人で管理していただくことになります。それではこのマスの方開けてみましょう。このようにこちらからつながっているんですが、ここからこちら側が個人さんの管理となっております。宅内施設といってもいろいろあるし、確かにどこで詰まっているのか分かりにくいですね。そうですね、目安としましてはトイレ、お風呂、シンクなど、敷地内のすべての排水が流れていないかどうかをチェックしてみるのがポイントかと思います。例えばトイレの水だけ流れないというときは敷地内を確認してみるということですね。はい、お願いします。こうして日々管理しているんですね。八尾市もだいぶ下水道が整備されているから管理している施設もめちゃくちゃ多いですね。そうですね、八尾市の方で管理している下水道管、全部で今830キロで、一番大きな管になりますと直径でも3メーターを超えております。じゃあ古くなってきて壊れたらしたら大変ですわね。そうなんです、そこでですね、今現在取り込んでおりますのが、ストックマネジメントと言います、計画的な維持管理なんです。で、下水道もですね、まあ、人間と同じようにですね、健康診断みたいなことを、実施しておりまして、その管の状態、健康状態の方を把握しております。そちらの方を点検調査と呼んでおります。そちらはですね、市内1年約20年間かけまして、一斉に点検させていただいている予定です。はい、800キロ以上もある下水道管を点検するから、やっぱりそれぐらいの期間がかかるんですね。そうなんです。その点検調査の時に必要なのが、先ほどからご紹介しておりますこのマンホールになります。それではですね、この点検調査の様子の方を一応動画の方で見ていただきます。よろしくお願いします。はい、マンホールの中にこのようなテレビカメラを入れて下水道管をどんどん健康診断していきます。診断の結果、健康状態が良くない場合は管内を掃除したり修理したり、いろんな方法で工事をしたりして下水道管を健康な状態に保っていきます。このように計画的な点検調査をして、そこから悪いところを見つけて工事等を行っていくっていうのがストックマネジメントです。はい、維持管理もどんどん進化しているんですね。下水道施設を長持ちさせるために将来のことを考えながらいろいろな取り組みが始まっているということですね。はい、そして皆さんにも下水道の役割や正しい使い方を知っていただき、共に取り組むことで持続可能な下水道事業の実現を目指します。持続可能、まさしく SDGs ですね。はい、せーの、大切な下水道、大切にいつまでも。